助けてくれ。ん？なんだ？助けてくれ。なんだあいつ。仕方ねえ、見ちまった以上なんか気になるし、助けてやるか。助けてくれ、誰か、誰か。おい、大丈夫か。今出してやるからちょっとおとなしくしてろ。死ぬかと思った。いや、助かったよ、ありがとな。あんたそこで何してたんだ。どうやったらあんな状況になるんだよ。別に俺は怪しいもんじゃないよ。ただのしがないホームレスさ。みんなからはしげさんって呼ばれてる。今はちょっと宝探しをしててな。宝探し？まあ、あまり大きな声では言えねえんだがな、このゴミ山にはなかなかのお宝が眠ってんだよ。それを取ろうとしたらハマってしまってな。こんなゴミ山にお宝だと？とてもそんなもんあるようには見えねえが。確かに表面的にはただのゴミ山だ。だがお宝はその奥に眠ってんだよ。例えばこんなもんとかな。へえ、高そうな時計だな。これ一つで100万の代物だ。100万？なんでそんなもの捨ててあるんだよ。ここ本当は何なんだ。どうもこのゴミ捨て場はヤクザ連中が処分に困ったものを不法投棄してる場所みたいでよ。いろいろ掘り返してみたら思ったよりも儲かっちまってな。おいおい、大丈夫なのかそれ。見つかったらいろいろヤバそうだが。心配いらねえよ、まだ一回も見られてないし。いらんもんだから捨ててるわけだし文句言わないって。そうは言ってもな、あんたもこの下に埋まってるものに興味ないか。多分あんたのお気に召すものもあると思うぜ。いや、俺はやめておくぜ。そうか、捨ててあるものなんだから遠慮なんていらねえのにな。それなら今日の礼ってことで俺が拾ったものを今度あんたに譲ってやるよ。そういえばあんた名前はなんて言うんだ。俺は春日だ。んじゃ春日さん、楽しみに待ってろよ。そんじゃまたな。あいつ本当に大丈夫なのか。なんか気になるし、また後で様子を見に来るとするか。よ。ああ。
めっちゃいい感じ。あとちょっと。最後の仕上げ。なかなかいい感じっしょ。あとちょっと。最後の仕上げ。よっと。やっぱ出来良すぎじゃん。どちらまで行かれ。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。それでは。ここをこうして。なかなかいい感じっしょ。どちらまで行かれ。それでは。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。何見てんだよ、お前、何見てんだよ。どっちまで。それでは。星が張るぜ。おう。あ？え？消え！待てよ！すみませんでした。ああ。はい。おう。
まさか、あそこまで物騒なものが出てくるとは。それもヤクザのおまけ付きで。やっぱり楽して稼ぐなんて夢みたいな話あるわけねえか。地道に稼ぐのが嫌になってこんな生活をしてたが、さすがに今回のは答えたぜ。真面目に働き口探してみようかね。その方がいいかもな。例になるかわからねえが受け取ってくれ。あんたがいなかったら殺されてたよ。じゃあ俺はもう行くぜ。職探しするにしても身なりを整えねえといけないからな。なあ、働き口見つかるといいな。だな。ゴミ処理場とかいいかもな。いろいろ掘り出し物がありそうだし。それじゃ元気でな、春日さん。やれやれ、たく懲りない男だな。DVD 販売か。最近じゃ DVD プレイヤーも値下がりしたんじゃねえのか。は？俺がムショに入る前はまだ高くて買えなかったんだよ。だけどそろそろ値段もこなれてくる頃だろ。 VHS とかもうだいぶ安くなってんだろうけどさ。 VHS もう長らく見なくなったな。え？どういうことだ。どっから説明するか難しいが、いろいろと後目争いは大変ってことだな。そうなのか。どちらまで行かれ。それでは待って。みんなはクリスマスに社員旅行で温泉なのに、僕だけノルマ未達だから仕事だなんて。なんだこの音。こんな時間に会社に人なんて。まさか産業スパイ。なんか急に眠気が。
眠たかった。よし、寝ずにいられたね。くらえ、ランケーブルトラップ。って、ああ、避けられた。じゃあ次はこれだ、給湯器熱湯攻撃。やっぱ映画館って眠くなる。面白かったな。最後まで起きてられたぜ。やった、産業スパイを捕まえたぞ。僕だってやればできるんだ。早くこの話をみんなにしてやりたいな。あ、社長、僕やりましたよ。産業スパイから会社を。え、備品壊したから減給？そんな。映画って本当にいいもんだな。悪くないんじゃない？おう。今日はありがとう。腰が張るぜ。開けてみるか。開いたぜ。
そういやこの辺って例の中国パブがあったよな。なあ、あのさっちゃんの脇がピンチになったリンリンか。それは忘れて。まあそれはともかくだな、小耳に挟んだ情報だとリンリンはこの辺の中国パブではかなりの優良店みてえだぞ。まあ確かに前行った時もみんな愛想が良かったよな。今度は客として行ってみるか。いいね、賛成、ごちになりやす。ちゃっかりしてんな。さっちゃんはどうする？一応元店員だし、ちょっと行きにくいな。遠慮しておくわ。みんなで楽しんできてよ。そうか、なんか悪いな。すぐ戻るからよ。いいよ、気にしないで。その間にエステにでも行ってるから。楽しいなぁ。それすごいね。ありがとうございました。またね。目が回る。
ちょっとしんどいな。ありがとうな。ちょっと飲みすぎたか。どうしようかな。やってこい。ほら、来いよ。よし、行くぞ。やろうぜ。
いえ、なめんなよ。上がってこいや。私の番。
だぜ。わかった。開けてみるか。開いたぜ。へえ。ふん。出してんじゃねえぞ。やっちゃうよ。私の番ですね。私に勝てますかね。あっち来い。ほら。絶対負けない。来い。なめんなよ。セーラー。よし。
かかってきなさい。私の番です。かかってこいよ。敵です。テンション上がりますね。成長を感じます。ねえ見て、さすが高級店ね。どのお料理も最高に美味しそう。確かにうまそうだな。なあ、食ってもバチは当たらねえよな。おいおい、急ぐんじゃなかったのかよ。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。なんだ？ああ、
とっておきだ。やけくそだ。かかってきなさい。いくぜ。私の番です。なめないでくれ。してみろ。ふざけんなよ。スルー。プレゼントだ。おら。私が相手です。ほら来いよ。どれも成功にしなさい。ああ私の番です。よし、見合わせますよ。よし、行くぞ。見せてやるよ。ダメです。行くぜ。さて、くらえ。苦しむがいい。やめんなよ。料理を食べながら虎を鑑賞って、金持ちの考えることはわからないわね。意外といいもんなのかもしれねえぜ。よく見たら可愛い顔してるじゃねえか。そうね、ご立派な。人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。ああ、とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。気を引き締めていこうぜ。私の番です。セール。眠れ。よし、やるか。見てなさい。俺の番だな。ぶっ飛ばしてやる。とっておきだ。次は奪えだ。かかってきなさい。なめないでくれ。してみろ。見せてやる。痛い目に合わせますよ。なめんなよ。まずいですね。くらえ。ちょっとおとなしくしてみろ。してみろ。頑張ります。かかってきなさい。なめないでくれ。ほら来いよ。奥の手。痛い目に合わせて。私の番です。なめんなよ。ありがとうございます。行くぞ。はっ、私が相手です。見せてやるよ。かかってきなさい。社長なに。私が相手です。よろしくないな。セーレア、ぶっ飛ばしてやる。どうぞ。ほら来いよ。絶対負けない。してみろ。見せてやる。それでもどうぞ。痛い目に合わせますよ。私に勝てますかね。見てなさい。やるか。ちょっとしんどいな。舐めると痛い目になりますよ。ぶっ飛ばしてやる。とっておきだ。こうなりゃやけだ。絶対負けない。
そうだ。やめんなよ。私が相手で。頑張ります。僕の手でやる。してみろ。舐めないでくれ。よろしくないな。ほら来いよ。痛い目に合わせます。やるか。怪我しますよ。私が相手です。なめんなよ。私に出ますかね。立て直さねえと。してみろ。ほら来いよ。
どいな。これはやばい。さて、してみろ。立て直さねえと。私が相手だ。ほら、きついですよ。なめんなよ。はっ、私の番ですね。さらに強くなれましたね。やった。まだ成長できるとはな。開けてみるか。やったぜ。開けてみるか。開いたぜ。最上階ね。この奥にマブチたちがいるのかしら。おそらくな。何をして。開けてみるか。やったぜ。
なあ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの。うん。蝶はどこだ。この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと。よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけわかったりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな。踊れが初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄中心山に椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら代行の隠し事を見てもうたんかもしれんの。カスガ、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人。元ボクサーってやつか。確かにいい形してんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？随分気持たせるんだな。へえ。早く殺してくださいだ。カマスのように切り刻んでやるよ。頑張ります。あっち来い。さあ、こら来いよ。やろうぜ。さあ、来い。来いよ。来やがれ。してみろ。はい、チーズ。ふざけるな。私の番ね。そんな固まったね。やってみろ。やめんなよ。来いよ。舐めると痛いね。どっから切ってほしいんだ。とっておき。ほら来いよ、あっち来い。絶対負けない。怪我しますよ。俺の番だな。さっさとかかってこいよ。見せてやるよ。やけくそだ。やるか。本気出せよ。
どうしよう。
な。なめんなよ。遅くなって。来い。これやるぞ。絶対負けない。来てみろ。行くぜ。なめると痛い目になるぞ。エビア。私の前ね。とっておき。ちょっとしろ。見せてやるよ。やけっこだ。よっしゃ。強くなった気がするぜ。よっしゃ。強くなったな。成長を感じます。テンション上がりますね。余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。オウミの直れんなる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミシュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。だから無茶しすぎなんだよ、お前は。もうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだから、その手伝わせてくれよ。ナンバー、ナンバー。なんちゃくさ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか。悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いな、みんな。今日は俺の日だ。
ったく、まとめてやってるわ。ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。頑張ります。ほら来いよ。やるんかい。どうしたらいい。やんのか。逃げるなら今のうちだぞ。おれおれ、やるんか。なめんなよ。なんや。どうしたんや。絶対負けない。やるんだ。見せてやる。ショーの。俺俺。やってみんか。私の番です。怪我しますよ。え？ああ。とっておき。してみろ。行くよ。やんのか。俺の番だな。出てんのか。私に勝てますかね。それ俺とっておきだ。なめんなよ。逃げろ。お返しや。おい来た。それ俺なめると痛いのに。なんや、なめないでくれ。やってみんかい。なんや、どうしたんや。やんのか。絶対負けない。ほら来いよ。私に勝てますかね。言っとるか。なめないでくれ。もっとめ。なめんなよ。見せてやる。
逃げるなら今のうちだ。よし、してみろ。やってやるぞ。怪我しも見てなさい。ほら来いよ。よし、行くぞ。舐めると見せてやるよ。頑張ります、うん、してみろ、うん、奥の手ボタンボタンでけこれまでよ。怪我しますよ。あ、聞いてろよ。くそ、めっちゃ待ってる。ほら来いよ。舐めるな。なんであるか。私の番に。お？逃げるなら今のうちだぞ。舐めんなよ。やるのか。舐めるんでしょ。やるか。やってやるぞ。見せてやる。俺の番だな。とっておきだ。こいつを食らいな。
逃げるなら今のうちだ。舐めないで。運命のお返しや。よし。やんのか。お。見てなさい。どうしようかな。やった。なめんなよ。怪我しますよ、うん、とっておき来てみろ、うん、頑張ります、うん、はほら俺の番だな、うん、なると鍛えられますよ、ね、ちょっとどうしようかな。逃げるなら今のうちだ。おい来た。とっておき。怪我しますよ。あっつ。よっしゃ。またいい女になっちゃった？また強くなっちまったか。強くなれましたね。まだ成長できるとはな。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあナンバー、あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。こんな俺を仲間だってまだ呼んでくれんのか。ああ当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、随分上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけどお前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。え？なあ。ええ、
と？ねえ。春日君、こっち。誰だよ、俺に会わせたいって。お前の昔の知り合いだってさ。ただ春日君以外の人にはまだ顔見られたくないらしい。そいつがあんたを助けてくれたってことか。まあね。と言いつつ、その人も近江連合なんだけど。名前は？聞いてない。教えてくれなかった。会ってみりゃ全部わかるか。そういうこと。あ、お久しぶりです、兄貴。三つ、てめえ三つ、おい、無事だったのかお前。無事と言っていいもんか分かりませんが兄貴に比べりゃマシだと思いますよ。どうしてたんだ。俺、無所出てから分からねえことだらけだ。お前、最近親去ったわ。滅多には会えません。雲の上の人ですから、今の親さんは。そうらしいな。それでも俺は今も荒川組の組員です。近江連合にはなっちまいましたが。お前も近江なのか。
長さんを助けたのは俺の独断です。バレりゃ始末されます。じゃあ俺とこうしてるのはやべえってことか。ええ、ここで話せることは多くありません。ただ一つだけ兄貴のお耳に入れときたいことが。え、荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って？これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。アンピン・リューマンはこれからどうなるんだ？春日君も結構酷なこと聞くね。まあうちのおかげでもうぐっちゃぐちゃだよ。肉の壁はすっかり穴だらけ。オウミがその気で来たらもう持たないね。そんなにひどいのか。ああ、すぐに立て直さなきゃマジで終わり。ところがボスがこんななりじゃねえ。見てるだけで痛そうだよ。だから俺は総帥の座を降りようと思ってさ。え？ハンピン・リューマンにとってボスが誰かは大きな問題じゃない。何よりも大事なのはうちの部下たちに安心できる住処があるかどうかってこと。わかるでしょ？ああ、ハンピン・リューマンができた時の話は聞いた。でも今の俺にはそれを用意できるだけの力がない。もともと人をまとめんのは柄じゃない気してたんだけど、俺親父が先代だったからさ。ちょっと待てって。じゃあ次の総帥って誰か当てはいんのか？一人タフでずぶとそうなのがいる。春日君も知ってるよ。は？誰だよ？ソンヒさん。ソンヒってハンピン・リューマンのボスにコミジュルがか？今日まで狭い壁の中でリューマンとコミジュルは水と油だったけど、その壁が崩れそうな今、お互いに背中預けなきゃ自分たちの居場所は守れない。ああ、それが納得いかないってうちのメンバーはさらに去っていくだろうね。仮にそうなったとしても偉人さんは大きく体制を見直す時だよ。なるほど、ちょっと見えてきたぜ。お、何が？孫悲がハンピン・リューマンを束ねりゃアジトを焼かれたコミジュルにも居場所を作ってやれる。あんたは自分の部下だけじゃなくコミジュルの連中も助けてやりたいんだろ。春日君ってさ、野暮なことまで全部口にしちゃうのな。あんたいいやつだよ。器もでけ。俺が見込んだ通り。だからやめろって。でもまあ偉人さんはお前らに大きな借りができたよ。清流会も感謝してると思うね。清流会か。ならあの会長からはちょいと貸しを取り立ててやるかな。あ、貸しを取り立てるって？だが俺はこの偽札をお前に持たせた人物に心当たりがある。あの人には聞きてえことがある。今の俺らになら話してもらえそうな気がするんだけど、あんたどう思うよ？おお、いけると思うね。案外抜け目ないじゃん春日君。じゃくれぐれも星野会長によろしく。